お味はいかがでしょうか。あなんで特にフェッツさんがいるんですかね。めっちゃ不思議な気分がしてて、僕がなんかハイトサウンドの現場に遊びに来たって感じ。和歌山平和で寒くて、いやいや楽しいです本当に。昨日もすごく楽しかったです。それまで2日間ラーメンありがとうございます。ラーメンじゃなくて愛をいただきました。はい、皆さんこんにちは、レジェンです。はい、1月2日名古屋で行われるのクロスボレムの K-POP マスターズに出演することになりました。はい、本当に久しぶりの名古屋ドームのステージなので、いろいろ素敵なかっこいいステージを準備していきますので、皆さん素敵なお待ちください。それでは名古屋でお会いしましょう。ありがとうございます。浴びたくない。休みの日はそのままでいよう。あ、いい。だって汚くならないから。いや、そうでもないけど、あと外に一回も出んかったらシャワーお風呂とか入らんでやつのルールでやってる。いや、そやついるけど。ハイブランドはメガドンキー。そろそろ財布を変えよう。はい、もちろんメガドンキーで。そして CM 来たらめちゃくちゃいいね。タケノコニョッキみたいな。付けで。確かに。ハイブランドメガドンキー。しのぶさんとちょっと休日について話していただいたんですけど。いやー、でもやっぱり休日の決まりってやっぱ寝るの、そしてまあ睡眠時間とその自由な時間が取れたら一番最高だなってやっぱ思いました。僕も最近あんまり睡眠時間がどんどん短くなってきちゃって、ちょっと体の管理をしっかりしないと、とまた改めて思いました。たくさん寝たいけど寝らない自分、悔しいねって思いました。皆さんも、体調管理、体管理しっかりしていって、休日の時にたくさん、睡眠時間が取れるといいなと思います。ありがとうございました。